どうも、サモリです。金魚水槽立ち上げ、今回のテーマ、今回のテーマは人工水草です。人工水草でどこまで頑張れるか、そしてろ過は底面フィルターと上部フィルター、上部は後で紹介します。まずはね、底面フィルターですね。底面フィルターは今回ね、私の得意技、別な会社のやつを並べるシステムですね。はい、30センチ水槽なんですけど、こんなね、大雑把でいいんですよ。これに水中ポンプで水を回します。床材はこれを使います。澄んだ水を作りましょう。これです。これね、水洗いがねいらないらしいですね。水洗いはいらない、結構大変なんですよ。水洗いするやつは30分も1時間もかけてきれいにしなきゃいけないんですけど、これは水洗いがいらない。うん、お気軽ですね。それとね、水草に影響なく、はい。ただね、これね、多分一度使ったことあるんですよ。水草との相性は多分悪い。今回はね、人工水草なんで、その心配はないですね。はい。早速ね、ちょっとどんなものなのか。こんな感じですね。これね、濡れるとね、また違った印象なんですよ。でね、今回、これ、結構ね、硬い。粒が硬いです。粒はね、硬いんで、今回は、底面フィルターに直接。水洗っていいの、これ。あ、さっきのやつも残しててもしょうがないんで、レイアウトの基本ですね。後ろを盛る感じ、後ろを盛る感じですね。はい、早速ね、レイアウト、素材はこれを使います。これらの水草です。はい、ちょっと一個一個紹介していきますか。テトラ、ボールプランツ、これね、前にホームセンターで見て一目惚れしたやつですよ。はい、これね、これをメインにやればよかったな。これはね、すごいいい。うん、これは非常にね、可愛らしくて、それっぽい形もいいですよね。これはいい。そしてテトラ、これはね、ネットで買ったんですけど、ちょっとね、おもちゃっぽいんですよね。おもちゃっぽい。お、こんなのに、お、逆だ、逆にこれ面白いね。うん、ちょっとおもちゃっぽい。で、これ2種。はい、こっちは、こっちもね、テトラ、これもね、おもちゃっぽいですね。うん、ちょっと癖がついてるのかな。そしてこれ、これはどこの、これもテトラですね。これもテトラ、これはね、自由に曲がるんですね。ちょ、お前ら、これは自由に曲げられる、いろんな形がね、自由なんで、レイアウトの幅が広がりますよね。うん、おもちゃっぽいんですけど、これはね、可能性を感じます。はい、そしてリシア、うん、前傾層のリシアは3つあります。トン、あるいはトン、前傾層は3つあります。リシア、これもね、形もうね、後で切ってもいいぐらいの覚悟、そうします。あと石ですね。石はどうしようかな。石は前のリベンジ、
黒鉱石です。前の金魚水槽で使ってたやつ、はい、これをレイアウトします。うん、今回はお手軽にいくぞ。最初は仮組みですね。まず前傾槽から、あ、ちょうど3つ入る、ちょうど3つ入るな。うん、ちょうどふさふさになった。あれ、木盛りじゃないのこれ、木盛りじゃないの。そして後傾槽、これはね、これを隠す感じでいくか。お？おおおお、あ、いいんじゃないですか。もうすでに、あとね、ちょっとワンポイントでやっぱ石は必要ですよね。石がセンス問われるな。逆に、おう、うん、あとはね、散りばめてあげればいい。はい、ちょっとあれか。そして後傾槽、後傾槽にお前ら、はい、俺、そしてワンポイント、ワンポイント、うん、あ、これもあった。あれ、あれ、かなり立派なレイアウトじゃないですかこれ。かなり立派なレイアウトになった。ちょっとね、化粧砂的な感じで、ちょっと化粧砂的な感じで、こういう感じでは、あ、どうしようかな。化粧砂に見立てるか、ちょっと赤系が欲しいな。赤系が欲しいな。このバージョンと、このバージョン。どっちだ？うん。ちょっとね、自分でもわけわかんなくなってきました。はい。一発目はあれだな。一発目はこれにするか。うん。よし。こんな感じで。早速ね、これまだ水洗いしてないんで、水洗いしてからセッティングします。いや、これ水洗わなきゃいかんな。水洗わんけいかん。よし、ちょっと水洗う。よし、これで、はい、で、前傾槽、前傾槽、まあまあ自然っぽい。うん、さっきと同じだろ。石はね、センス問われますよ。こうだったっけ。小さいやつの方がいいな。基本に行くか、基本に、基本に行くかな。うん、アクセント、アクセント、これは主張しすぎだな。これは主張しすぎ。お前はこっち、あ、道になってるな。道はいらん。今回道はいりません。あくまでもあれでいきます。
ここにね、あれが来るんだよな。ここに確かあれが来るんで。あとはね、このスペースにちょっと埋めてあげるか。オーソドックですけどね、いいですね。ああ、オーソドックだけどいいな。よし、水を入れます。底面フィルタースイッチ。なんてやつ？はい。アジャスターとは、パカッ。延長か。延長だ。とりあえずこれぐらい？これぐらい？スイッチオン！オン！